さんラジオ体操ですか。まあ、やるかやらないかですね。はい。まあでもね、僕は、あの、億万長者合宿でね、本編でね、合宿でね、お金もらうこと、やっぱね、あれですよね。まあ、あの、値札がつけられなかったっていうね。多分まあ、そこじゃないですかね。一番の、その、やっぱキャッシュ、まあ、集客もめっちゃ大事なんですけど、 集客できてもやっぱね、お金に対してのマインドブロックが非常に高い人が多いですよね。お金稼ぎたいのにお金くださいって言えないっていう。だから億万長者合宿の本編、セミナーでも、ね、お金稼ぐ上で一番大事なことは金くれっていうことだよと。うん。だとにかく売れようが売れまいが、セールスしてみる、金額をつけてチャージするっていう、この言ってみるっていうことは大事なんですよね。だけど、ほとんどの人はそれができない、できないんですよね。 お金もらっていいのかなとか。まあ、その、ね、ラジオ体操してた人も、いや、俺が、その、ね、えー、料金もらっていいのかなみたいな話だったわけじゃないですか。だから自信は最初ないんですよ。だから100円でもいいんで、でも100円、500円でもね、取れないんじゃ、それはビジネスできないし。うん、まあ、まあ、無料かでもいいですけど、うん、もっと、50円とか10円でもいいから、な,なんかね、 なんか、とにかくお金をもらうってことをまず先にするべきですね。1円でもいいですよ。怖いんだったら。とにかく、無料じゃなくて、有料なんですよ、大事なのが。無料でやりますよは、日本人は言えるわけですよ。いいですよ、お金いらないんでっていう。これはもう言えるんで。いや、無料じゃなくて、1円でもくださいって言えるかどうかですね。いってらっしゃい。